はい、でも、結局です。今日ですね、ウィニングポスト9、2022、続きやっていきましょう。2017年、2月1週から難易度スペシャル、引き継ぎなし、お守り使用禁止の縛りプレイでやってます。まあ、今回5月入るまでですかね。で、種付けは動画外でやる。そんな感じでやっていきます。さあ、行きましょう。2月レース多いね。めっちゃあります。めっちゃいますね。はい。じゃあ順番に行きたいなと思います。大物シルバー。ちょっとサクサク行きます。最速。これ勝ちたいね。OK! 最速勝ちました。さあ、こいつはどうだ？え、マジ？アウェイ芝。よくないね。キングウィッチ。よくないね。最速ウィンド。アウェイキング、そしてシバウェイ。アウェイ、アウェイシバ、よくなかったね。最速ウィンド、まあここはネクストでオッケー、勝ちました。最速ウィンド強いね。順調やね。アウェイキング。オッケー、勝ちました。アウェイキングが勝った。シバウェイ。5着。さあ、いろいろいますね。記者オッケー。アウェイキング。ちょっと確認したいね。あ、最速ウィンド。精神 A プラか。オッケーオッケー、完璧やね。アウェイキング勝った。2100、2700。まあでもスピードない感じやねこいつ。大物ランド、はい、ネクストで3着クレアロック、3着ダメやね。イーブンマスター勝ちました。イーブンマスターか。はい、で激アツクロ3着。さあ、いろいろいますね。まあ大物シルバー頑張ってほしいね。あとレインボーか。さあ、頑張れるか。まあちょっと適正合ってないですからね、距離適正。はい、大物アウェイ、コパのリッキー。まあどっちでもいい、来てくれるなら。レインボー、トシある、使っとこう。賢さか。いや、投手もったいねえな。大物アウェイ、投手ある、あります。よし、じゃあこれでいいかな。はい、進めます。キングポット5着。大物シルバー。カリフォルニアクロームが一番人気。アクセラレートか。で、アローゲートね。まあ、ネクストで。デュエット。4着。デュエットは海外初戦やったかな？大物ダート。5着。さあ、ミネルヴァ勝てるか。ここ勝てたらでかいっすね。ちょっとこれ確認します。さあ、ミネルヴァどうだ。
クル先頭、後続とは3馬身以上、これは決まりか。残り 200m、 うわー勝てんか。フリールカイザー追い上げてきた。フリールカイザーさらに突き放します。2番手はクインクル。やっぱりちょっとスピード足りない感じっすね。まあまだ若いんですが、ちょっと足りない感じしますね。まあとりあえずスピード B プラとかあるかどうかね。ネクストで、はい、全然ダメでした。3月奇襲は完璧。はい、いろいろいますね。まあ最速ウィンドウ頑張ってほしいですかね。まあ一応ローってこんな感じにしてるんですが、まあこれ変えます、変えると思います。まあとりあえずケンタッキーダービー見たいですね。おお、レイディオロー、OK かな。はい、進めます。最速ウィンドウ、ここもいけるか。いけるね、勝つね。最速、まあ、勝ってほしいが厳しいか。日米王者意地のぶつかり合いだ。最速先頭、前に迫るナイトクローズ、外からヘンリングハーバー、残り 200m、 先頭は依然として。あ、いいね、最速悪くないよ。2着ね。まあこれから頑張ってほしいですからね。大物アウェー、間違えた。まあ確認しとこ。ミスアバンセ先頭、外から勢いよく、オートリトロピック先頭、オリーブクラム先頭、内から大物アウェイ先頭。おお、ここは来るか。大物アウェイ先頭だ。大物アウェイ、大物アウェイ、1着、2着にはどうやらオリーブクラム、3着に天満イングランド、これが G1 馬だ。大物アウェイ、よし OK。2着カラリンが勝った。カラリンはね、スピード B プラやったかな。まあ良くはないんですよね。サタで3着最速いきます。印なし遅め、ただスピードは A プラ。王冠、まあ悪くはない。アウェイキング、ダービー、まあ好きにしてくれ。はい、いきましょう。まあネクストで OK、 勝ちました。レイディオロ1番人気3着3着アウェイ芝ダメやね。騎手完璧です。リーダー来ましたね。キングインバイトね、キングインバイト、こいつはね、ガリレオの効果いいね。よし、 OK。 さあ、三者ね、大物ダート良くないね。まあまだ4歳なんですけどね。まあ銀札の
まあ、強いやつって感じかな。カラリンは芝だといけて1900、3400、まあ面白いね。よし、 OK か。ああこれか、23500か、いいね。まあ皐月賞はいかないっす。23500、まあ2000いこうよ。2400もいっとくかな。カラリンか。よし、はい、これいきましょう。デュエット勝ちたいね。よし、勝ちました。ステイヤの子、ラグナス勝ち、イーブンゴア、オッケー。ジャファ微妙やね。よし、激アツクロ勝った。ビーカーズってどうなん？はい、まあ行きましょう。大物エルク4着、デュエット、まあここもいけるか。よし、 OK、 完璧っすね。レインボーいいね。ウィッチ弱いっすね。2着か。さあ5周、騎手は完璧。まあ最速頑張ってほしいね。多特性がちょっときつい。キングポット、ポットやれるかこれ。使っときますかね。で一つ開けときます。あとはそうやね、ステイヤーか。はい、 OK、 じゃあ進めます。キングポット大物ランド1番人気、まあダメっすね。カリフォルニアクロムか。でソングバード2番人気、まあ今年も結構レベル高いっすね。最速、まあ差しいいっす。どう？いやー届かんかな。届く？カリフォルニアクロームか。まあでも結構来てますね最速。特性つけばね。まあ能力的には勝ってますからね。あとは特性が欲しい。サタデー
オッケー、勝った。アウェイ3着やっと勝ったか。キング3球めっちゃ賢くなってますねこいつもね、いいね、柵越えか、楽しみやね。さあよく誕生、普通に誕生、イーブン再び大物キング、いいじゃん。キング最速、いやこれね、アメリカンファローの子が欲しかったんですよ、当たりがね。あ、大物クレアね。あ、カラリンいいじゃん。イーブンロック、はい、まあとりあえずこんな感じと。 OK、 激アツクロー、そしてキングサタデー、まあ、賢さジープラがね痛いっすね。王道路線開幕、熱狂を導く、はい、北さんブラック、激アツ黒闘志ある、ないか、じゃあ OK です。ウィッチパワー E、 賢さ F、 これも引退します、きつすぎる。あとははいいよね、面白いよね、3800面白いよこれ。まあいいか、このままいこう。これちょっとスピード上げてもいいかもっすね。あ、これいいね。はい、進めましょう。シバーウェイ。さあ、デュエットいけるか。3着。まあ、これネクストで。はい、3着と。エルク、ランド、ラグナス、ビガーズ、カラリン、ミネルバ。ミネルバ頑張れるか、これ。エルク、インデ。2着、惜しいね。3着。ラグナスは勝った。オッケー、勝ちました。まあカラリンはいけるやろ、よし。ミネルバいけるか、5着か、印なし遅め、2着。王冠、大物アウェイ、あとはキングミネルバ。
番速い馬が勝つ、王を継ぐ者、充実一途、筋骨隆々。はい、きついです。ネクストで2着、2着ミネルヴァスピードないか。まあ騎手能力高くなかったですからね。まあそれもあるんですが、まあちょっと厳しい感じやね。ミネルヴァ、ただ23,600面白いんですよね。万世、あ、いいか。まあとりあえず残します。はい、行きましょう。ちょっと走り見ますかね。最速の走り、さあ次ケンタキーダービスね。2着は微妙です。最速ウインド見事な勝利です。海外の馬にも引けを取らないその実力を遺憾なく発揮してくれました。よし、 OK、 いいね。カラリン、よし、勝ちました。はい、そして5月、最速まあマイナス400なんで、まあなんとも言えないですね。取ってくれたら嬉しいなって感じ。はい、ということで今回ここで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。